ポイントリハビリテーション第718回。前回は障害を負った方とその方のご家族の負担、そして苦痛について伺いました。自分自身の中からも湧き上がってくる苦痛というものももちろんあるかと思うんですが、先生が前回お話になったこの周囲から与えられている苦痛というのは本当にそれ以上に辛いものがありますね。あるでしょうね。自分でね、自分で解決できないから、努力してもね、どんなことかって言えばね、まあ、この前は生徒のこと、ハンセン病のことでお話ししましたけどね、例えば死体不自由、体が不自由、手足が不自由っていう死体不自由の人でしたらね、物理的なバリアって私たち言いますけどね、段差であるだとか、例えば車椅子の人が段差登れって言ったって無理だしね、そういう物理的なバリアっていうのはいっぱいある。体不自由な人にとってはそういうものがあったりね、それから生徒によるものが、先週お話しした通りにはいっぱいある、はい、それからね、文化情報のバリア、文化情報にこうきちんと触れられないっていう、はい、そういったようなこともあるんですね。そうすると情報入ってこないし、耳が聞こえない人が、耳だけからね、情報じゃ加えあるし、目が見えない人はじゃあどうするのって言ったこともあるわけですね。そういったような情報がきちんと得られないもの、これは自分ではどうしようもない、それからね、何よりやっぱり一番ね、辛い思いをするっていうのは、いわゆる健常者、社会にいる障害者でない人たちが障害者をね、こう隔てる心っていうか、差別する心っていうか、それが意識的じゃなくてもね、そういうのがどこかにあるんですよ、どこかに。これは慣れてないとかそういう問題もありますけどね、そういうものでこう普通の人たちの中に入っていきにくいとか、そういうことがあって、そういうことに苦しむ、でだん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 自分の殻の中にこう入っていって元に戻りさえすればなとこう思い出したら、これはもう孤独の地獄、孤独地獄の中に入っていく恐れがあるんですね。だからそういうものを総体としてやっぱり考えててあげて、そういう障害一気にバリア取り除けませんけれども、それを取り除くように、障害者と、我々一番リアに近い人間が世の中に訴えていくということがとても大事だというふうにそう思ってます。